続いての企業様ですが、ミシェルさん、事業においてその分野での経験がある社員さんと経験がない社員さん、どちらの方が仕事できると思いますか？いや、経験があった方がいろんなことの引き出しを持ってるから、そっちの方が仕事をやりやすいと思うけどね。普通はそうですよね。普通はそうだよね。コーチ経験がある監督とか、選手経験があるコーチとかね。サッカーで言ってもやっぱりそうですよね、ただ、今回の企業様はですね、あえてその分野の経験がない方を雇うことで自社の理念を浸透させて、お客様に最適な提案をしていこうという、こんな企業様です。将来のライフスタイル、あなたはイメージできていますか？その悩みの種となる資産において、今大きな注目を集めているある分野、それが不動産投資である。成長を続けるこの業界で異色の経歴を武器に新たな展開を生み出す男がここにいる。株式会社エストグループ代表取締役 CEO 渡辺良介。2016年、東京六本木にて不動産投資事業をスタートした株式会社エストグループでは、社名にも掲げられた最上級を意味するエストな会社であり続け、社員一丸、常にお客様に寄り添い、人として企業としてさらなる成長を目指している。今回は異色の経歴を持つ渡辺良介をスタジオに招き、詳しく話を聞いた。渡辺代表はもともとは全然違うお仕事をされてたんですよね。はい、バーテンダーをずっとやってまして、もう18歳ぐらいから4年ほどやってたんですけども、その時の、コミュニケーション能力じゃないですけど、そこは結構お勉強させていただいたりとか、あとは人との接し方っていうのは大変学ばせていただきましたね。一度はでもそっちの方に憧れて、はい、お店出したかったです。やっぱりそうですよね。はい、20歳ぐらいからずっと思ってて、なんかでもそのバーテンダーをされてる時にすごくロマンチックな出会いもあったそうですね。そうですね、僕が立ってたカウンターにすごい素敵な女性が来て、それが今の奥さんなんですけど、そこで、はい、それで、すごい幸せにしたいなと思って、でちょうどその付き合って半年ぐらい、付き合うまでもすごい長くて、で付き合ってもらえて、その後すぐ妊娠が発覚しちゃったんですね。あら、か お店やりたいっていう夢を取るか結婚したいかで、もうすぐ結婚選んで転職しようと。で彼女もそれを OK して、はい、あ、今の奥様ですからね。そうですね。で奥さんのご両親もいいよって言ってくれたんで、それで転職した先が不動産業界だったんですね。そうですね、はい、住宅の営業マンで、本当に最初は売れなかったんですけど。そりゃ無理だよね、何も知らないわけですもんね。はい、結果が出ない日々が続いた、もう、奥さんからの連絡すらも無視してたぐらい、ちょっと半分引きこもりみたいになっちゃって。あ、なるほどね、ストレスでね。そうなんですよ。そしたら長女が生まれちゃったんですよ。うん、でなんかもう僕の中で半ばもう諦めもんじゃないけど、もういいやみたいになった時期があったんですけど、そしたらもう爆発的に売れて、もちろんそうなんですよ。もちろん努力はあったんだけども、そうです、ね、幸運を持ってきてくれたね、はい、長女がね。そうなんですよ、本当に子供っていうのはね、はい、持ってくるよ。で1年目から僕2位の成績を取れて、本当にもう右肩上がりでセールスが増えたんですね。いいよね、はい、すごい売れて、で2年目からトップセールスになって、でその時って何を具体的に売ったんですか？マンション、戸建て、はい、何、ほとんどが新築の一軒家ですね。一軒家5000万円から7000万円ぐらいの土地付きの一軒家っていうのをご夫婦に売ってました。ここまでセールスマンとして順調な道を歩んできた渡辺に、ある転機が訪れる。現在にもつながるそのターニングポイントについて、さらに詳しく話を聞いた。2年目でそうやってトップセールスマンになられて、はい、でまた次の転機が
訪れるわけですね。そうですね、うん、やっぱりその仕事のやりがいっていうのもすごいあったんですよ、うん、売ってお客さんから渡辺くんナビちゃんありがとうって言ってもらうのがすごい嬉しかったんですね。なんですけど、ある本、金持ち父さん貧乏父さんっていう本を読んで、お金を生む家を買いなさいっていうのを書いてあるんですね、うんうん、で僕が売ってる不動産ってお金を奪う方だって書いてあったんですよ。不動産、はい、要は支払いが発生するじゃないですか、うんうん、じゃなくて家賃収入お金を生むのを買いなさいって書いてあって、僕も確かに買うならそっちが欲しいなと思ったら、うん、すっごいモチベーションが下がっちゃって、もう上司にも家売りたくないんですよねみたいな言っちゃってたんですよ。でまあ当然家族とか両親の反対もいろいろあったんですけど、いやもう俺は投資系に行くぞと、投資の方に、はい、もうビルとかマンション一棟を家賃収入を得てもらう方に行きたいと思って辞めると決めて、その半年後ぐらいに六本木の不動産会社に就職しました。投資の方、投資の方ですね。ここまで多くの実績を築いてきた渡辺だが、お客様と向き合うセールスマンとしてどのような心がけを持っているのか、気になるそのビジネス論についても話を聞いてみた。そこに入ってからはどうだったんですか？3ヶ月でトップセールスになりました。すごいね。なんていうんですかね、僕その入社まで半年ぐらいあったんですけど、うん、この半年間もう自分が買うための勉強をしてたんですよ、うん、そういうことだ。そうするとやっぱり自分も同じように物件を探して、うん、僕買えないんでこれどうですかっていうのをやるだけなんで、うん、もうすぐでしたね。お客さんの気持ちに一番フィットできますし、フィットするよね、はい、何よりチャンスはやっぱりすごいベンチャー企業だったんで、うん、なんですか、僕は住宅営業で養った営業に自信があったんですけど、うん、投資系って数字で買うんでほぼ営業っていらないんですよ。形だけ整えてあげれば論理的にこうこうこうなんでこれぐらい儲かりますっていうのをなんていう資料で出してあげれば、例えばそのマンションの外観が嫌だとかないんですよね。儲かるんで欲しいっていう、はい、買い方が全然違うんです、ね、全然好みじゃないんだ。好みじゃないです、数字で買ってくれます。で本当に人が入るのかどうかとか、そういうことになってるんだね、はい、入るかどうかの調べ方っていうのは僕が教えてあげるんですよ。例えば僕がこの物件絶対入るんで買ってくださいっていうのは、これ僕はうちの社員にもダメだって言ってて、うん、お客さんにちゃんと調べさせて、やっぱり投資って自己責任なんで、うん、調べてもらってジャッジをしてもらうように教育してます、お客さんのこと。はあ、はい、常に挑戦を続けてきた渡辺が次に挑んだのがエストグループの創業であった。さまざまな出来事が待ち受けていた当時のことを改めて振り返ってもらうことに。今代表をね、そういう形で勤めていらっしゃるエストグループさんは、はい、その創業したその時のことをまた聞かせていただけますか？創業当時ですか、うん、やっぱり一番の失敗は社員が全員辞めちゃったんですよ。あれ、なんで？これはもう僕がですね、お客さん第一で僕がまだ営業してたんですね。ほとんど会社にもいないし、社員がいるんですけど僕はお客さんのことを一番に考えてたんですよ、うんうん、でも社長ってこれじゃダメだなと思ったのがみんな辞めた時で、僕今は社員が一番なんですよ、うん、社員がやっぱり仕事に満足してたり環境にこう喜びを感じてないと顧客満足って生まれないんですよ。働く環境にね。そうです。あ、顧客満足度って社員満足度から来るなと思って、うん、僕営業辞めたんですよ、うんうん、すっぱり。でも僕が辞めてもう半年で営業3人で僕1人の倍ぐらいの数字やったんですよ。は、未経験の子たちがですね。やったの？やりました。あえて不動産業界を経験してない方をたくさん取るっていうふうに伺ってるんですけど、はいはい、僕はなんかこの不透明な、かなり不透明な業界なんで、例えばコーラとかって150円、どこで行っても150円じゃないですか、はい、でもこのマンション、このビルの値段って定価とか分かんないじゃないですか、うん、全く。そうなんですよ。売りたい人が2億って言ったら2億なんですよ、うん、なんですけど今それをじゃあ2億3億ってこういろいろできるような形になってるんで、うん、そういうのをちゃんと僕はお客さんにこれは買わない方がいいですよっていう言える営業マンなんですよ、うん、うちの社員も全員言えるんで、うん、なんかそういうのって
まっさらな未経験の子に僕が教えていかないとそういう子に育たないと思うんですよ。なるほどね。不動産仲介って1億のものを売るのと2億のものを売るんだったら単純にもらえる手数料って倍違うじゃないですか。高く売りたいんですよ。そうじゃないんですよ、仕事の本質って。相手にどれだけこう必要とされるか感謝されるかじゃないですか。やっぱり1個目の仕事2個目の仕事でやっぱり入り口で絶対に間違っちゃいけないですし、ちゃんと1個目で紹介してお客さんに成功させれば紹介してもらえたりとかいろんな人、僕それで成功してきてるんで。口コミだよね。そうです。なんでこの営業スタイルって僕はもう無敵だと思ってて、紹介営業ってこれを社員にもやらせたいし、この喜びを教えたいんですよね。新しい目標や今後のことも教えてもらえますか。今日本ってその観光事業にすごい力を入れてるんですよ。そこでやっぱり日本に何が足りないかっていうのをいろいろ調べてて、僕たちに何ができるかなと思ったんですけど、やっぱりホテルが足りないんですよ。例えば5つ星ホテルって日本にどれぐらいあると思いますか。いや5つ星は5つ星ってあるかな、聞いたことないね。はい、一応統計で今28個のようにあるんですけど。5つ星ある。はい、でもタイとかの方が観光収入ってすごい高いんですよ。あ、そうだ。タイは110件ぐらいあって、でアメリカでいうともう700件超えてるんですよ。で僕は5年ぐらいで5つ星ホテルを建てようと思って。あ、はい、そういうのを東京とか京都とか、ああいうやっぱり日本の何ていうんですかね、文化とか食とかそういう自然とかそういうのが揃ってるところに建てて、もっとなんてヨーロッパの人とかを誘致したいですね。たくさん遠い国の人の方がお金使うんで、例えば僕たちも韓国行くよりはパリに行く方がお金たくさん用意していくんですよ。そうですね、移動距離がやっぱ大事なんで、もっと遠い国の人のやっぱり誘致して日本に貢献したいですね。人と人のつながり全てに利益をもたらし続ける渡辺亮介。そんな男が胸に留める格言とは。そうですね、これは僕のもう本当一番尊敬する先輩に言われたんですけど、やり方よりあり方っていう言葉をいただいて、結局何をやるかも大事なんですけど、どうあるかの方が大事だと思うんですね。なんでやっぱお客さんにとってはエストグループはただの不動産会社じゃなくて、自分たちの問題解決にコミットしてくれる最高のパートナーだっていうふうに、そんな存在でありたいなっていうのがあるんですよ。で僕自身もやっぱ社員に対してただの社長じゃなくて、やっぱりそのうちに入社してくれる社員を育ってくれた親御さんがいるわけじゃないですか。そのご両親にもエストさんに入社させてよかったなって思ってもらえるような存在であり続けたいなと思ってます。素敵な若者が話題一人現れてきましたね。もうそのまんまでずっと、はい、年を取っていってくださいね。頑張ります。今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。